函館西部地区の町並み。函館西部地区の町並みは、北海道函館市にある、北海道遺産に選定されている町並みである。函館市外西部に位置する函館山陸の地区は、函館市の発祥の地とされているが、一般的に、西部地区の町並みという呼び方は、元町、末広町、大町、豊川町及び、弥生町の各一部にあたる。 重要伝統的建造物群保存地区を指す。函館の代表的な観光地となっている。西部地区の街並みと呼ばれる伝統的建造物群保存地区は函館山と函館港に囲まれ、この地区が最も繁栄していた明治末期から昭和初期にかけての洋風、和風、和洋折衷の建物が多く残る地である。これらは函館山から 函館港に向かう坂道や路面電車が走る街路と調和して特色のある街並みを形成している。元町、末広町を中心とした14.5ヘクタールが、函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区の名称で、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されており、北海道遺産にも選定されている。 保存地区は大まかに二つのゾーンに分けられる。一つは主に山麓の傾斜地に広がる元町を中心とする地区で、函館ハリストス正教会復活制度をカトリック、元町協会、旧函館区公会堂や元町公園などがこの地区に含まれる。行政、文化の中心地としての歴史性を持ち、外国文化の影響を受けた公共施設や宗教的建造物が立ち並ぶ。 もう一つは、函館高添の旧金森倉庫を中心とする地区で、赤レンガの倉庫や、和洋折衷の海山省の旧宅が立ち並び、港町の賑わいを今に残している。函館市電青屋議長停留場から、谷地等停留場にかけての電車通りの坂道。1878年、明治11年に、尻、沢辺の家地を埋め立て、その時にできた霧道ができて、 谷地等発展のもととなった。電車を廃した観光ポスターや映画、CM ロケ等によく使われる。青柳町へ向かう坂ということからこう呼ばれる。坂の途中にある青柳小学校の校舎は、箱館大化の復興校として1935年、昭和10年に建てられたもの。自電放来町停留場からまっすぐ登っていく坂。 アサリの貝殻がたくさん出たことからこの名がついた。ここで、ジョン・ミルーンが、エドワード・エスモースと貝塚を発掘している。坂の上に、石川・タクボクの居宅跡がある。タクボクの函館滞在は4ヶ月ほどだが、最も充実していたという。函館の青谷議長こそ悲しけれともの恋歌や車の、花の歌も、ここの情景と考えられる。塩見坂とも言う。 昔は、昇魂者の坂や、東山坂という呼び名もあった。この坂に面して、門を建てるとチが当たって、かまどが潰れると言われた由来がある。グリーンベルトには、高田や貨幣の銅像が建っている。八千頭に向かう坂ということからこの名がある。谷地島は、かつて降楽地として、当時の市民に親しまれた場所である。江戸時代、江戸地が幕府の直轄地になった際、 北方警備を命じられた南部藩の陣屋、南部陣屋があったことからこの名がついた。かつて、この坂の入り口に、デパートの丸井前函館店があったため、丸井山の坂とも呼ばれた。旧丸井前の建物は現在、函館市地域交流町づくりセンターとして利用されている。坂の頂上には、函館山頂に向かう函館山ロープウェイの駅がある。 かつては、大工長坂とも呼ばれた。明治十二年、1879年の大火の後、防火帯として、坂の拡幅が行われ、その幅が20軒、約36メートルあったことからこの名前がついた。明治三十三年、1900年に建設された、函館山の要塞に大砲を運ぶための道路として、使われた。 昔、木下という人が住んでいたので、この坂は、木下の坂と呼ばれていたが、その後、大見という屋号の合宿ができたので、大見坂と呼ぶようになった。この大見には、函館奉行所に、紅葉で来る人が泊まったという。昭和62年、1987年に、日本の道百選に選ばれた。坂の上には、函館ハリストス聖教会復活制度を、カトリック、 元町教会、函館聖ヨ羽ネ教会が立っている。函館では、珍しいアイヌ語由来の地名。大見坂の上にあり、ハリストス聖教会横から、函館山に向かって伸びる急坂で、この坂を登るとき、誰もが、老人のように腰をかがめることからこの名前がつい、老人のことを、アイヌ語で、チャチャと呼ぶ。かつて、この坂の上に、 箱館八幡宮があったことからこの名前がある。箱館八幡宮は1878年、明治11年の大火で消失、現在地である八千頭に移転したが坂に、名前が残った。まっすぐ港に向かう坂で、真正面に連絡船、桟橋跡と、旧青館連絡船、箱館市青館連絡船、記念館真周丸が見えるので、人気の観光スポットである。 八幡坂の上には、北島三郎や辻人なりの出身校である、北海道函館西高等学校がある。港が一望でき、天気を見る、日和見ことができる坂ということでこの名がある。坂の上には、宝園元年、1135年建立の、北海道最古といわれる船玉神社がある。吉爪伝説を持つ神社でもある。 かつて函館から札幌に向かう札幌本堂の起点であり、利点を図る道路原表が置かれていたことからこの名前がついた。坂の上の元町公園一帯は、過去に函館奉行所、開拓市、開拓市函館市長、函館県長、小島市長が置かれ、行政の中心地であったことから、御役所坂、御天坂とも呼ばれた。かつて上限寺、元 新州大谷派函館別院があり、東、本願寺の坂と呼ばれ、その名が残った。途中に、函館中華会館がある。弥生町にあった坂だからという説と、坂の途中の弥生小学校にちなんだという説。1934年、昭和9年の大化後に、春のような繁栄を願って付けられたという説があり、坂の長崎かとかは半然としない。 前出した弥生小学校は、石川拓木が臨時で教員をしていた。江戸時代にこの坂の上に、屋敷があり、そこに、欧州の、吉常腰掛の松という名木の種を得たという、大木の松があった。それで、時輪の松にちなんでこの名がついた。この坂の麓の方は別名、見返り坂と呼ばれる。そのわけは、この坂の下に、かつて遊郭があり、 楽しんだ客が名残を惜しんで、見返り見返り帰ったことにちなんむ。また、坂の上には、芝居小屋があり、芝居町の坂とも呼ばれたことがある。かつて、この坂の上に、江戸の吉原を模した遊郭があったことにちなんだ、名前である。この一帯は茶屋町と呼ばれ、遊女たちのあで姿が見られたことでこの名がある。この遊郭は明治年、1871年、大で焼失し、 遊郭は、よもぎらい町に移った。坂の上に新名社があったので、もともとは、新名坂と呼ばれていた。町の名が幸町になったので、坂の名前も、多幸を祈ったのかこの名前になった。諸説あるが、近くにあった、千歳の松に由来すると言われる。1879年、明治十二年の大化をはじめとして、大化のごとに、外区整理されたため、 坂道も変遷している。この坂のあった場所も、かつては、かぐら坂という細い坂があったが、大化後の区画整理でこの坂になった千歳坂の名も、この頃から使われ出した。港に出入りする船がよく見られたのでこの名がついた。かつては、正明寺まで通じていたため、正明寺の坂とも呼ばれる。西部地区の一番西にある坂。坂の入り口に、 四輪箱館土つく前停留場がある。山城のパクに来る魚群を見ることからこの名がついた。かつてこの一帯は大町と呼ばれ、その由来は安政三年、1856年に弁天台場が築かれたことによる。それでこの坂を大町の坂と呼ばれたこともあった。坂を登った先には交流寺や外国人墓地がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。